あなたをウールでマカマカにしに来ました、南かたりです。はいこんばんは、あまちいちやです。今日はじゃーん、ラブライブの南かたりちゃんになってみました。ラブライブはですね、ラブライブはなんかすごいいっぱいあるんですけど、一番最初、ラブライブはすごいいっぱい種類あるんですけど、最初が9人のミューズという、ね、グループがありまして、その中の2年生の南小鳥ちゃんというキャラクターの、あの制服とかじゃなくて、スクールアイドルフェスティバルっていうゲームがありましてですね、音ゲーがありまして、その中の SR かな、 SR だったよね、SR の、 あの羊の気持ちっていうカード、ピュアっていうのが強いカードがあって、それの覚醒の後のカードの衣装です。じゃん、この作品はですね、一番最初は2013年にね、ミューズのラブライブが放送されていて、そこからすごく大人気になって紅白にまで出た、ね、すごいアイドルグループで、もう歌もすごい可愛いものが多くて、なんでそのスクフェスっていうね、あの音のゲームも今もすごく、今も流行ってますよね。今も流行って、なんかあの山手線のやってライブっていうんですけど、山手線のラッピングとかにもなってたくらいすごい人気な作品です。はい、今日はこのコスプレをする動画を撮ってみましたので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。動画スタート。ポイントはやっぱこの団子ですよね。団子とここになぜかこっちに行く重力に逆らいまくってる髪型を頑張りました。あとここにバンスつけてるんですけど、こう多分設定的に一部こう行ってこうなってるんですけど、現実にやるとね、なかなかね、なかなかできなくて大変でした。あと小鳥ちゃんって色素薄い系なんですよね。色素薄い系のキャラで、色素薄い系のキャラなんで黄色なんですよ、目が。で、目が黄色で、なんかカラコンを黄色にしちゃうと結構強く、現実で黄色だとめっちゃ強くなっちゃうんですよね。顔がすごい強くなっちゃうんで、それをなんかできるだけ強くならないようなカラコンにしたいなって思って、そこをこだわりましたね。それはこだわって、なんかどれがいいかなと思って、なんか前は違うの使ってたんですけど、そしたらすごいなんか、ね、なんだろう、カレン、あのフェイトのカレン・オルテンジアとかはちょっと強顔じゃないですか。なんかそういうのだといいんですけど、小鳥ちゃんはなんか色素薄い系の黄色なんで、なんかもう強くなりすぎないように頑張りました。でもなんか、まあ、私があんまり色素薄い系ではないので、ちょっとそこが違うって言われるとあーってなるんでそこはよかったら見逃していただけると嬉しいなと思っております。はい。